はい、じゃあすいません、いただきます。いただきます。おー、30分いきます。もう5分、もう、え？
でもこれライスと食いたいですね。絶対うまいですよね。いやいや終わってからね。スープ自体はね、あの皮乳化と微乳化の間ぐらい、酸っぱくもないし、すごい食べやすいですよ。結構ね、麺も比較的二郎系とかに比べると高水でもちもちするんで、多分ね、思ってる以上に食べやすいと思います。
おぉ、うわ、